いおきセンターなら、乃木坂終わるな。実際は何の成果も出してないいとこガチャでしょ。証言時同様で電通のご利用し、4期5期の他面をたは覚悟しとけよ。証言時はミーグリ1時間倍しかしたことないし、美女もいいからな、いおきは実家のコネだけだろ。せめて可愛ければなぁ、奥田岡本に次いでなかなかきついビジュアルレベルだよね。普通に良きでいいと思うよ。まあ個人的には小川希望だけど、川崎とかがやるより100万倍増し。なんで人気なのかよくわからんランキング1位。エキストラ良きで勝負だこの野郎。おい井上頼むからなんとかしてくれよ。運営は本気で乃木坂畳もうとしてるかもしれない。マック CM やらせてる時点でヤバいが。ご気局爆死の後に良きセンターやったら運営センスなさすぎ。なんで大結果出てない奴がセンターなんて話になってんの？ただのゴリ押しじゃん。ゴキアンだけ逸材いるのに、なんでよりにもよって良き選ぶかな。エキストラ良きで乃木坂崩壊、立て直し不可能。飽きたと言われても井上の方が10倍はマシだよな、本当に終わるぞ。逸材ってどいつもこいつも中途半端なポジションの奴しかいなくね？外でも中でも微妙な位置の集まり。ゴキ選抜面の誰かで川崎以外なら誰でもいい。いつから逸材がいると勘違いしていた？もしかしたらこう思わせて、井上センターに不満持たせないようにする運営の策略では。いおきのせいで昨日まで井上センターつまんねえ派が井上センターお願い派になってるだろ。遠藤が受け入れられてるのに、いおきの顔がとかむ意味。一回垢抜けた感じしたけどまた芋化してるし。井上が嫌だってのは実際1年見た上で嫌だからわかるけど、まだやってもないいおきをそんな嫌がる理由がわからない。乃木をタオ名乗るのだんだん恥ずかしくなってきてるし、とりあえず両曲くれ、世間様の耳に残るような曲を。